どんどん強く、もっと強く、歌声響く痛みの音、そのてっぺんにしがみついて、震えてるのはどちら様？捨てたくても捨てられなくて、小さな痛み構ってた。そいつをずっとしまってきた。一個目の箱満たされた。別に今さら辛くもないけど、誰かが見てくれたらな。これだけあれば許されないかな。少し優しくされるくらい。捨てたものも拾って詰めて、満タンの箱を積み上げた。通りすがりを横目に見て、十個目の箱を積み上げた。そうか、これでもまだ足りないのか。誰にも見えてないようだ。それじゃどんどん高くしなくちゃ。世界中にも見えるくらい。どんどん高く、もっと高く。鳥にも届く痛みの音。そのてっぺんによじ登って。王様気分の何様。何事かと大口開けた。やじ馬どもを見下ろした。ここから見たら、ありのようだ。百個目の箱積み上げた。お集まりの皆様方、これは私の痛みです。あなた方の慰めなど、届かぬほどの高さにいます。きっと私は特別なんだ。誰もが見上げるくらいに。孤独の神に選ばれたから、こんな景色の中に来た。どんどん高く、もっと高く、雲にも届け痛みの音。そのてっぺんにあぐらかいて、神様気分の王様。聞こえるのは風の音だけ。千個目の箱を積み上げた。下を見たらめまいがした。かけた橋を飛ばされた。そして本当に寂しくなった。誰にも見えてないようだ。声も出ないほど怖くなった。不意に聞こえたハンマーソング。下から順にだるま落とし、誰かが歌うハンマーソング。みんなあんたと話したいんだ。同じ高さまで降りてきて。おーおーおー、どんどん強く、もっと強く、歌声響く痛みの音。そのてっぺんにしがみついて、花を垂らしてる神様。神様気分の俺様。俺様気分も逆さま。ありさま、どちら様。